強風テスト問題集優先度順まとめ、積んだ短期攻略と河合のマーク式基礎問題集、できれば両方、最低でもどっちか片方はやるべきというところになります。優先度最優先ですね。引き順を出すんですよ。結構もうドンピシャの問題を出したりとかしてて、これはやるべきですねみたいな問題が出る可能性が非常に高い問題集。どうも、じゃあ篠原です。今回は共通テスト問題集優先度順まとめということで、こちらサムネイルにもしてますが、共通テストのありとあらゆる予想問題集優先度、そしてレベル感で、表にしてまとめました。 X 軸方面が優先度ですね。 Y 軸方面がレベル感、上の方がレベルが高いもの、下の方が基本的な基礎固め用の教材というところになります。早速解説していきたいと思います。まずはですね、一番優先度が高いところですね、から見ていきましょう。共通テストの過去問ですね。まあこれはやるでしょう、絶対やるんじゃないかなと思うので、共通テストの過去問ね、ぜひまあ最優先でやってもらえたらなと思います。その下ですね、問題の短期攻略とマーク式基礎問題集を挙げています。時間がなかったらどっちか片方だけでもいいかなとも思いますが、これはやった方がいいかなと思います。というのも、基本的な問題で落としてると、もうそこから雪崩を起こして全問解けないとかね、そういうことが数学とかよく起きるし、このレベルで取りこぼしてるとやっぱり合計点もどうしても下がっちゃいますので、問題の短期攻略と河合のマーク式基礎問題集、できれば両方、最低でもどっちか片方はやるべきというところになります。優先の最優先ですね。これはやってくれというところです。1個左に移って、各予備校のパック問題集、そして実践問題集、寸大のやつですね。そして共通テストの総合問題集、河合の黒いやつということで、パックはですね、多分学校でもらうんじゃないかなと思うんですよ。で、ちょっとレベルとしては高めです。一応寸大の上に書いてますが、まあ寸大とトントンぐらいかな。ちょっとレベルとしてはやっぱり高めのものが多いので、でもまあどうせもらえますしね、レベル高いなとちょっと難しいなと思いながらやってもらったらいいんじゃないかなと思います。この下は実践大学問題集、寸大のやつということで、まあさっき言った通り、パックとあんまりこう難易度的な大きな差というものはないんですが、優先度は高いですね。塾のマーク式総合もそうなんですが、この下に書いてあるですね、引き順を出すんですよ。結構もうドンピシャの問題を出したりとかしてて、これはやるべきですねみたいな問題が出る可能性が非常に高い問題集ですので、この寸大の実践対策、河合のマーク式総合、そして各予備校のパック問題集、学校でもらったやつぐらいはきっちりこなして、出た問題は全部解けるようにして本番臨んでほしいなと思います。その次はですね、過去問集になります。河合塾の黒いやつと共学者の赤いやつということで、これ他の動画でも言ってますが、問題は一緒なんですよね。もちろん過去問集ですから問題は一緒なんですが、河合の黒いやつの方が解説が丁寧で細かいです。なのでレベルとしてはハイレベルになぜしてるかというと、細かいので共通テストで今5割ぐらいだよって人が、この河合の黒いやつ読もうとすると結構しんどいと思います。いっぱい細かいこと書いてますからね、見切れないかなと思います。そういう場合は共学者の方の方が解説回答がシンプルですから勉強しやすいと思います。一方で今8割取れてるよと、あと1問どうしても当てたい、それで9割の2人だっていう人が共学者のやつ使うと、回答解説がシンプルすぎてあんまり勉強にならないかなということで、河合の黒いやつの方をちょっと上にしています。この過去問集なんですが、いやいや共通テストの過去問と一緒じゃないかと思うかもしれません。ところがですね、こういう過去問集にはセンター試験が載ってるんですね。センター試験はやるべきです。最近の過去問集よりも少し古いセンター試験の過去問がいっぱい載ってるみたいなやつがありますので、そっちの方を使った方がいいんじゃないかなと思います。問題演習量としては稼ぎやすいですし、たくさん問題解きますし、レベル感としても共通テストとセンター試験っていうのはほぼ一緒です。共通の方がちょっと難しいですが、分野ごとの勉強ですね。数学だったらベクトルだけやるとかね、そういう感じのこの分野ごとの勉強に関してはやっぱりセンターの過去問が一番いいかなと思うので、優先度としては非常に高いですね。これはやった方がいいかなと思います。全部やれとは言いません。自分の苦手な大問ですね、ここだけはできるようにしようっていうところをやっていくのに向いてるかなと思います。こっからはですね、余裕があればやってほしいというか、時間があればやる、あるいは一通り勉強したんだけれどもまだまだ目標点届いていないっていう場合、やるべき教材になります。一番レベルが高いのは Z 回の共通テストの実践模試ってやつですね。これ総合的な問題演習で、やったらパックとかマーク式総合問題集、訓練実践対策問題集と同じような感じで、80分とかね、60分とか70分で通しでやるような教材になってますが、非常にレベルが高いです。なのでこれ優先度として真ん中より少し左側にした理由として、あんまりこのレベルをやらんとあかんって人がいないんですよ。なのでレベルも高いですし、おすすめしてる人もいるかもしれませんが、少なくともうちの塾篠原塾ではこれをやれということはあまりありません。本当に暇だったら、何もやるのがなかったら、河合も終わって寸大も終わって、もう共通テスト毎回9割ぐらい取れて、他の教科も完成してるっていう非常に限られた状況でのみ活躍する教材かと思います。ただこういうすごいレベルが高い東大京大医学部医学科受ける人にとっては価値のあるものですし、一昨年ですね、数学の問題がバチクソ難しかった時があります。その時にやっぱりこの Z 回のやつやっててよかったって人多いので、アホみたいに難しい時に活躍する、こういう最後の砦的なこういう教材になります。そこからレベルとしてはぐんと落ちますが、共通テストのスマート対策、応文書の実践対策問題集、そして予備の共通テスト実践問題集というところを挙げています。スマート対策と応文書のやつは基本的には大問ごと一問一問勉強練習していくような教材になっていて、予備の実践模試に関しては総合的な問
問題演習になります、ね、だからある程度問題演習をしたんだけれどもまだ目標点が取れてないと。一問一問勉強したい場合はスマート対策や実践対策問題集がいいと思います。僕だったら実践対策問題集をやります。スマート対策が気に入ってる場合はスマート対策でも構いません。総合的な演習ですね。時間配分とか練習したい場合は予備で共通テスト実践問題集がいいんじゃないかなと思います。さらにですね、一個左に行って共通テストの点数が面白いほど取れる本を挙げています。これはですね、優先度としてはちょっと低めにしてます。これはなんでかっていうと、やらなくても取れるって人が多いと思うんですよ。僕のね、動画チャンネル見てる人結構優秀な人が多いですから、共通テストの傾向なんて知っとるわいと、基本的な問題で落とすことなんかないよと、あとは問題演習量だけやれば大丈夫だよっていう人が多いと思うんで、優先度下げてます。下げてますが、一般的な高校生ですね、共通テストで平均点取りたいなぐらいの高校生ですねの場合はやった方がいい教材になりますね。その場合はぐんと優先順位は上がりますが、うちのチャンネルでは下げてます。この教材っていうのは共通テストの傾向がよくわからないと、基本的な勉強の仕方、傾向と対策がわからないという人が使うと刺さるものになっていて、リスニングが非常にいい教材ですので、リスニングに関しては苦手だよと、6割ぐらいしか取れないよっていう人はぜひぜひやった方がいいんじゃないかなと思います。他の教科は興味があればやってくださいというようなものになります。今回書いてるものの中で優先順位は一番下にしています。ただですね、共通テストの予想問題集とかこういう問題集って星の数ほどあって、この表に載ってるだけでもその優先順位としては高いものになりますね。つまりスペースの都合で載せてないっていう教材もあるんですが、正直これやってもしょうがないよなっていうものはあるんですよ。まだこの表に載ってるやっぱやる価値があるもののみ載せてますからね。なのでこれ優先順位が低いからやらなくていいというよりも、他の教材に比べたら、マーク式基礎問題集とかに比べたらまだあれだというものになります。それぞれまず理由を説明していきたいと思います。一番上ですね、ハイスコア共通テストの攻略ということで、これ Z 回のやつなんですけど、これが優先順位として低い理由は難しいからです。非常にレベルが高い教材ですので、個別具体的な問題演習としてやるんですけど、これやってなるほどなってなる人って多分いきなり総合的なやつやっても困らないよなって思うんで、優先順位としては下げています。なので例えばですね、やるとしたら英語が得意だと、他の教科の問題演習してるんだけれども、英語に関してはもう総合的な演習することすらもうやるのがめんどくさいと、ただですね、ほっとくと忘れるという場合ですね、ほっとくと忘れちゃうので、このハイスコアあたりをちま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 ね、1日10分ぐらいで1問だけやって、あ、今日も OK 今日も OK っていう感じで1問だけやるみたいな使い方するんだったらまあいいかなと思いますが、あんまり時間が取れないと思うんですよ。それをやる時間あんまり取れないんじゃないかなと思うので、優先順位は低め、そしてレベルとしては一番高いという風にさせていただきました。その下ですね、共通テストの集中講義1ヶ月で攻略決める共通テストシリーズ、そして一冊でしっかり解ける本のシリーズですね。これに関しては優先順位としては一番低め、レベルとしては一応集中講義一番上にしてますし、しっかり解けるを一番下にしてますが、全部一緒です。レイアウトが気に入ってるものを使ってもらったらと思いますが、面白いほど取れると同じ理由ですね。優先順位が低い理由はそういうところになっています。本当に傾向と対策がわからないと、どういう問題が出るか全然わからないよって人が使うんだったらいいかなとも思いますが、ある程度そういうの分かっとるわいという人が使うもんじゃないですね。ある程度把握してるよ、できるよっていう人はやらなくていいかなっていうふうに思います。なのですごい苦手意識がある教科とか、今 50% ぐらいしか取れないよという人、 40% とかね、それぐらいの人はまず一回ここからやって、ああなるほどな、こういう感じか、さあ問題演習していこうっていう感じの方がいいかなとも思いますが、僕のチャンネル見てる人、さっき言った通り優秀な人多いんで分かってると思うんで、売れてますしすごいいい本ではありますが、僕のチャンネルの視聴者さんにとっては優先度は低めというふうにさせていただきました。ということで共通テストの問題集ですね、こんな感じで優先度順レベル感分けて紹介させていただきました。僕のチャンネルではこんな感じで共通テストとか他の教科も勉強法についていろいろ投稿してるんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてください。こういう問題集に関する表ですね、今後英語とか数学とかで作ろうかなと思うので、この教科のこういう教材でこういう表を作ってほしいっていうのがあったら、ぜひコメント欄にコメントしてください。チャンネル登録も忘れずに、受験生向けの動画を今後投稿していきます。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。